バネ A をバネスタンドに取り付けます。バネ A にバネ実験器用指標を取り付けます。指標がバネスタンドの目盛りの0の位置に来るように調節します。10g の重りを1つ吊り下げます。バネスタンドの目盛りからバネの伸びた長さを読み取ります。10g の重りを1つずつ増やして吊り下げ、バネの伸びた長さを調べます。バネスタンドを伸ばし、20g の重りを1つずつ増やして吊り下げ、バネの伸びた長さを調べます。バネ A をバネ B に取り替えます。バネ B にバネ実験器用指標を取り付けます。指標がバネスタンドの目盛りの0の位置に来るように調節します。20g の重りを1つずつ増やして吊り下げ、バネの伸びた長さを調べます。バネの強さと重さとの関係を確認します。
この装置には2つのバネを一緒にかけることができるので、2つのバネを同時に比較することができます。